皆さん、こんにちは。ただいまからワークショップを始めていきたいと思います。このワークショップは、山崎ランサム勝彦先生のパンデミック時代の進行というタイトルでワークショップをしてまいります。先生の紹介といっても、ハンドアートに細かいことは載ってます。一番親近感が個人的にあるのは、先生は1970年生まれということで、私と同じ年なんですよ。この差は何なんだろうと思うぐらい、先生は高値にいて、私はこの低いので っていうような、けど本当、先生から教えられる大きな恵みっていうのがあると思います。ぜひ皆さんも、このワークショップをエンジョイしてくださり、また多くのことを吸収してくださればと思います。75分間のワークショップとなります。先生がいっぱいいっぱい、まあ、60分ぐらいは使うと先生は言われていたんですけれども、60分ぐらいの後におそらく Q&A など持たれると思います。最後の3分間だけは私たちにいただいて、アンケートをしていただく時間を設けたいと思います。なので、よろしくお願いします。早速ですけれども、先生に、この時間をお渡ししたいと思います。先生、よろしくお願いします。皆さん聞こえますでしょうか？はい、こんにちは。こうして、この EC で、皆さんと共に、このような集まりを持つことができることを感謝いたします。私は、EC は、確か2016年だったと思うんですけれども、一回参加させていただいたことがあるんですが、日本に住んでますので、なかなか普段は、参加できないなと思ってたんですけれども、まあ、こう、期せずして、こういう形で、オンラインで開催されるということで、まあ、今回参加することができて、本当に感謝しています。では、一言お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、皆を褒めたたえ、感謝いたします。今年、2020年、私たち、本当に思いもかけなかったような、この大きな激動の年となりましたが、今年も一年あなたが私たちを守ってくださり、この年が終わろうとしています。この年の終わりに、このような EC という形で、共にあなたを見上げ、賛美し、礼拝を捧げる機会を与えてくださっていることを感謝いたします。今日このワークショップでは、パンデミック時代の進行ということについてご一緒に考えさせていただきたいと思いますけれども、これからのしばらくのひととき、あなたが共にいてくださり、この大きな危機の時代の中にあって、私たちがどのようにあなたに近づいていくことができるのか、あるいは、いや、むしろすでにあなたが私たちと共におられることをどのように知っていくことができるのか、これからの私たちの学びを祝福してくださいますようにお願いをいたします。感謝して、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。はい。まあ、今もお祈りをさせていただいたんですけれども、まあ、2020年も終わろうとしているわけですが、まあ、おそらく未来の歴史書には、今年は新型コロナウイルス、COVID-19 の世界的な大流行があった年と、まあ、少なくともそれが始まった年として、記憶される年になるんじゃないかと思います。もう、改めて、もう、コロナについて、皆さんに、私からお知らせする新しい情報というのは、ほとんどないかもしれません。もう、毎日のようにですね、このコロナっていう言葉を私たちは見聞きしながら、この1年、生活してきたと思うんですよね。で、この新型コロナウイルスの影響が、本当に世界規模に、及んで、これまでに世界中で、何千万人もの方々が感染し、まあ、おそらく今、だいたい8000万人ぐらいになっていると思いますけれども、そしてその中で多くの方々がすでにこう亡くなっているという、そういう状況にあります。また、直接ウイルスに感染していない人々も、そのウイルスによる社会的、経済的、政治的、その他の変化の影響を全く受けていないっていう人は、
まあ、おそらくこの中に、いらっしゃらないんじゃないかと思うんですね。ですから、まあ、これはすべての人々が共有する問題であり、世界規模の危機であるっていうふうに言うことができると思います。はじめにちょっとその画像を共有したいと思うんですけれども、これはですね、このアメリカの辞書出版の大手のメリアム・ウェブスターという会社があります。このまあ英語を勉強されている方々は、このメリアム・ウェブスターの辞書を使われたことも多いんじゃないかと思いますけれども、このメリアム・ウェブスター社はですね、今年の11月30日、今年の単語、つまりワード・オブ・ザ・イヤー2020というのをこう選んだんですね。で、そこで選ばれたこの言葉というのが、もう皆さん予測つくと思いますけれども、パンデミックっていう言葉でした。パンデミック。まあ、これは感染症の世界的な大流行を表す、まあ、そういう言葉っていうことなんですが、このパンデミックっていう言葉、もともとはギリシャ語から来ています。この、もともとこのパンっていうのは、このギリシャ語ですべてのっていう意味なんですね。そして、デーモスっていう言葉があります。これは地域とか人々を表す、言葉ですけれども、このパンとデーモスが合わさって、このパンデミックという言葉の元になったっていうことなんですね。で、この元々の意味はどういうことかって言いますと、すべての地域、あるいはすべての人々のというこの意味です。まあ、これは元々は形容詞で、これ自体、パンデミックという言葉自体には、病気っていう意味は含まれてないんですね。ただ、とにかく、何であっても、その全ての地域や人々に、当てはまるような、影響するようなものを何でもパンデミックっていうふうにこう言うわけです。で、それが今では、広範囲に及ぶ地理的な領域で発生する病気の大流行を意味するようになった。まあ、そういう言葉なわけです。で、まあ、私たちはまさにこのパンデミックの時代を生きているっていうふうに言うことができるわけです。で、世界中の人々がこの危機を乗り越えようとして、奮闘しているわけですよね。医療従事者や医学の専門家はもちろん、ウイルスの性質を研究して、まあ、ワクチンを開発し、感染した方々を治療し、また社会に感染が広がらないように、日夜必死の努力を続けておられるわけです。また、政治や経済、各種学問の専門家は、それぞれの専門的な知識を用いて、新型コロナウイルスの危機にどう対応したらいいのか、いろんな提言を行っているわけですね。で、では、私たち、クリスチャンは、この危機の時代をどう生きていったらいいのか、まあ、このことについて今日はご一緒に考えていきたいと思います。で、コロナ禍はキリスト教会も直撃しました。狭い場所に多くの人々が集まるっていう、まあ、このいわゆるその密っていう状態ですよね。それができなくなってしまったために、礼拝であるとか、その他の教会の活動が休止に追い込まれたり、あるいは制限されたり、あるいは今までと異なる形で行うことを余儀なくされたりしています。実際私の所属教会も、まあ、横浜にあるんですけれども、現在は礼拝堂にごく少数の人々が、距離を取りながら、集まって、で、他の出席者はこのオンライン、まあ、この今私たちが行っているようなズームを使った、オンラインでこう礼拝をこう行うという、まあ、ハイブリッド形式で、毎週の礼拝を行って、います。で、私は東京の目黒にある成蹊神学校という、神学校で教えさせていただいているんですが、その神学校の授業も2020年度は全ての授業が、もうオンラインになりました。こういうズームを使った授業ですね。そして、2021年度も、少なくとも前期はオンラインでの授業を行うということが決定されています。まあ、そういうふうにこの私たちの教会のあり方、あるいはクリスチャンとしてのさまざまな活動というものが、これまでと全くこう違った形で行わなければならなくなってくるっていう、そういう、影響を受けているわけです。
で、私たちが直面しているのは、でもこういうこの実際面での問題だけではありません。こういうこのパンデミックの危機っていうものを信仰者としてどういうふうに受け止め、生きていったらいいのか、様々なこう疑問が、生じてくる。まあそういう人も多いんじゃないかと思います。例えば、神様はなぜコロナウイルスがこういうふうな猛威を振るう、世界中でこう広がっていくのを許しておられるのかですね。この先の見えない状況の中でどうやって神様に信頼していけばいいのか。またこの危機のただ中においてクリスチャンとしてあるべき応答は何なのか。まあ様々なことを多分皆さんもこう考えることがあるんじゃないかと思います。このようにこのコロナの危機っていうのはこの私たちの信仰にも危機や葛藤をもたらしているというふうに言うことができるんじゃないかと思います。で、この、まあ私はこの、神学校で聖書を教えているのがまあ専門なので、医学や政治などの専門家ではありません。ですから、コロナウイルスに関するこの科学的な分析とかですね、あるいはこの政治的な提言などをこうすることはもちろんできないわけなんですけれども、信仰者としてこの危機にどういうふうに対応していったらいいのかということについて、今日はご一緒に聖書から考えていってみたいと思います。で、このクリスチャンとして、パンデミックの問題を考えるときに、まず多くの人の心に浮かんでくるのは、こういう疑問だと思うんですね。この危機の中で、神様は一体どこにいて、何をしておられるのかっていう疑問です。神様はなぜ新型コロナウイルスを作られたのか。あるいは神様はなぜこのような感染症の大流行を許しておられるのか。またこのパンデミックにはどういう意味があるのか。あるいはその背後にはどのような神様からのメッセージが隠されているのか。まあクリスチャンがこういう種類の疑問を持つっていうのはある意味理解できることだと思います。なぜかというと私たちが信じている神様はこの世界を創造され、すべ治めておられる全能の神様だからなんですね。ヨハネの福音書の一章の三節にすべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったと書かれている通りです。すべてのものが神様によって作られたのならコロナウイルスも神様の被造物ということになるでしょう。だとすると、なぜ神様はこのような危険で有害な存在を作ったのかと疑問に思っても不思議ではないと思います。さらに、私たちが信じている神様は完全に良いお方、善なる神様であり、また愛なる神様です。このように良いお方が一体どうしてこういう悲劇を引き起こしておられるのか。あるいは、まあ、積極的に神様がこういう危機をもたらしたのでなかったとしても、少なくとも現実に多くの人々が苦しんでいるのを、どうして黙認しておられるのか、許しておられるのか。これもまた、私たちクリスチャンが直面する信仰上の大きな、難問であるというふうに言っていいと思います。ここまでのお話をまとめますと、こういうふうに、言うことができると思うんですね。また画面を共有させていただきます。これは神学の世界では悪の問題とか真偽論と言われる問題です。これはどういうものかというと、神は全能である。神は善である。まあ、良い方である。そして世界には悪が存在するっていう、この三つの命題があるわけです。で、悪の問題っていうのは何かっていうと、こう、論理的にこの三つの文章、命題は、同時には成り立たないんじゃないかっていうのが、こう、問題だっていうんですね。もし神様が完全に良いお方であり、そして良いことをこの世界に対して願っておられる。そしてしかも、その良い意志を実現する力も完全に持っておられる。
そういうお方であるならば、この世界には悪や苦しみっていうのは存在しないはずなんですね。ところが実際にはこの世界には悪が満ちている。これは矛盾ではないのかっていうことです。で、この悪の問題というのは、古くからある神学上の難問で、キリスト教に対する批判の中心的なものでもあります。でも無神論の人たちがこのキリスト教を批判してくるときに、まず持ち出してくるのはこの問題なんですね。神様がいるっていうなら、なんでこんなに世界にこんな悲惨なことがあるんだっていう、そういうこの、議論、皆さんももしかしたら、この友人とかですね、そういう方々から聞いたことはあるかもしれません。で、実際これは難しい問題であって、今日に至るまで、この完全に満足のいく回答は、提出されていないんじゃないかと思います。で、この話はですね、何か小難しい抽象的な神学議論のように、思うかもしれません。けれども実はこの問題は実際に私たちの信仰生活の中でこのいつも直面するリアルな問題でもあるわけですよね。まあコロナ禍に限らず人生には苦しみとか悲劇っていうものがこうつきものなわけです。愛する人を亡くしたりとかですね、いろんな自分がこう不条理なこの辛い目にあったりするときに私たちはなぜっていうふうにやっぱりこう問いかけるわけです。神様がおられるならなんでこんなことが起こるのか。神様はなぜこのようなことを許しておられるのか。神様は私を愛しておられないんだろうか。まあ、いろんなことを私たちはこう葛藤するわけです。つまり私たちは心の奥底では自分が直面している悪の現実と自分が信じている愛と力に満ちた神様のイメージとの間に根本的なこう齟齬をこう割り切れないものをこう感じていることが、多いんじゃないかと思います。で、この悪の問題に対するこの無神論からのこの回答というのは、まあ、キリスト教が教えているような、そういう全能で善なる神など存在しないというものです。まあ、この世界はそもそもこう偶然に支配された、まあ、悪に満ちた不条理な世界なんだと。で、それを想像したり導いたりするような、神のような存在はいないんだと、そういう人たちは言うわけですね。人間にできることは、この不条理を受け入れて、諦めて生きていくことだけだというわけです。まあ、実際に、耐え難いような悲劇を体験したり、この世における悪の現実を知ったりしたことがきっかけで、信仰を捨ててしまうクリスチャンというのも実際におられるわけです。でも私たちクリスチャンは聖書が証しする神様の存在を信じているわけです。そうすると別の方法でこの問題を考える必要が出てくるわけなんですね。で先ほどこの挙げた、この3つの命題、神は全能である、神は善である、世界には悪が存在するっていうのは論理的には全て同時には成立しません。だとすると、そのうちのどれか1つを少なくとも修正する必要が出てきます。あるいは、もしかしたら神様は完全には全能ではないんじゃないか。あるいは神様は完全には善ではないんじゃないか。あるいは世界には悪が存在しないんじゃないか。まあそういうふうにこう考えてこういく可能性はあるわけなんですよね。つまりこのどれか一つが言えれば論理的には悪の問題は解決するっていうことです。神様は全能ではあるけれども善ではないので悪を欲することもあり、したがって世界に悪が存在するという可能性もありますし、神様は善ではある、良い神様ではあるけれども全能ではない。つまり、良い神様なんだけれども悪を防ぐ力がないので世界に悪が存在するという可能性。また3番目の可能性としては、神はやっぱりこう全能であり善である。したがって世界には悪は存在しないんだという可能性もあるわけです。で、この最後の世界に悪は存在しないっていうのは、あんまりこのピンとこない、あんまりそういうのはありえないんじゃないかっていうふうな、
私、音声出ていますか？大丈夫ですか？はい、何かそういう音声が出ませんという、声がありましたので、はい、まあ、大丈夫ですね。まあ、最後のこの世界に悪は存在しないっていう回答は、あまりこのピンとこないかもしれません。でも実は、実際に多くのクリスチャンが無意識のうちに取っている選択肢っていうのはこういうものなんじゃないかと思います。つまり人間の目には悪と見えるような事柄は本当は悪ではないんだという考え方です。どんなに悲惨な出来事の背後にも神様の意図と計画があり、それは私たちには分からない方法で世界に対する神様の良い目的に貢献しているのだという考え方ですね。まあ、一番分かりやすいのは、このような苦しみは私を成長させるために神様が与えてくださっている試練なんだ。こう、悪を試練と考える、そういう考え方。あるいは、人々がこういう苦しみに遭うのは彼らが犯した罪に対する神様からの罰なのだという考え方もあり得ます。で、もちろん聖書を読んでいくと、神様は信仰者に試練を与えるっていうこともあるし、またこの罪に対して罰を与えるということもある、まあ、そのことは書かれています。けれども、すべての悪や苦しみはそれによって、説明できるのかという疑問は、依然として残るわけなんですよね。にもかかわらず、今回のコロナ禍に際しても、いや、それは神様のご計画の神秘的な一部なのだという議論は、やはりこうなされてきました。例えばアメリカのある有名な神学者はですね、こういうふうに言ったんですね。神様はコロナ禍も含めて世界の出来事のすべてを支配しておられる。したがって現にパンデミックが起こっているということは、神様はコロナウイルスをその気になれば止めることもできるけれども、どのような理由でか実際にはそうされないでいるということになるんだ。この世界におけるどんな小さな出来事も神様の摂理的な支配によるのであって、コロナウイルスもこの例外ではないというわけです。神様の支配には両面があるですね。私たちの目に良いと見えることも悪いと見えることもあるけれども、どちらも認める必要があると、それらはすべて神様の御心によるものであって、私たちはそれを感謝して受け止めるべきだというわけです。ではコロナ禍のような災害を引き起こす神は悪なのかっていうと、そうではないと、まあ、この神学者は言うわけですね。このすべての人間は罪人なので、人間の罪のゆえに神様が良きものを私たちから取り去るときに、神様は聖であり清く正しいお方だというわけです。まあ、言い換えると、人間が経験する苦しみというのはすべて直接間接に罪の結果であり、それについて神様に文句を言うことはできないということなんですね。で、この神学者は、コロナによるこの災いを苦い摂理と呼びます。けれども、苦しくても摂理には苦くても摂理には変わらないというわけです。で、彼は、コロナウイルスは神様によって送られたと断言するわけです。もしコロナウイルスに対する神様の主権を否定するならば、すべてのものに対する神様の主権を否定することになってしまう。それは神様を王座から引き下ろすことであって、それは良い知らせではないというわけです。で、まあ、ここまでもある一つのこのクリスチャンとしての立場をこう紹介してきました。で、こういう主張をする、あるいは表立っては表明しなくてもそういうふうに考えるクリスチャンというのは結構いるんじゃないかと思います。で、彼らはコロナウイルスは神様が送られたっていう主張が、まあ、現代社会において多くの人々の感情を逆なでするものであることは百も承知の上で、でもこれが聖書に記された神様のメッセージであると真剣に信じ、また真面目な思いでそのことを語っておられるんだと思うんですね。その真摯な姿勢には私は敬意を表したいと思うんですけれども、私自身としてはもう少し違った聖書の読み方、神様に対する見方があるのではないかと思うわけです。ではどういうアプローチが可能なのか、別の方法を考えてみたいと思います。
もう一度この悪の問題の、定義を見ていきますけれども、この悪の問題を解決するためには他にもアプローチがいろいろあるんですね。で、私自身のアプローチについてはちょっとここでは詳しく述べることはしませんけれども、むしろそもそもこれまで見てきたような問題設定自体を問い直してみたいと思います。神は全能である、神は善である、そして悪が存在する、この3つの命題を、抽象的な概念として、それらが論理的に成立するかどうかだけを考えていたのでは、いくら考えても答えは出てこないんですね。これらは論理的な矛盾だからです。だから例えば、NT ライトのような神学者はパンデミックのような危機にあって、悪の問題へのこういうこの問題への安易な回答を見出そうとするアプローチ、例えばパンデミックにはこういう意味があるとか、パンデミックにはこういう神様からのメッセージが込められているというような議論は不毛だっていうんですね。むしろ教会がなすべきことは、この中で傷んでいる世界と共に嘆き、その中で何ができるかを考えることだというわけです。でも、この悪の問題を抽象的な論理の世界ではなくて、私たちが生きている現実の世界の問題として考えると、別の見方が生まれてくるのではないかと思います。つまり、一方では善なる神様がおられ、その一方では、世界には悪と苦しみが満ちている。これを矛盾、論理的な矛盾としてではなくて、緊張、テンションと見ることができるんじゃないかっていうことです。この矛盾と緊張の違いは何かっていうと、矛盾というのは論理的にどう整合性を持たせるかということを考えるのに対して、緊張の場合はそれがどのようにして解消されるのかということをこう考えるっていうことなんですね。今ある緊張が将来どのように解消されるのか。つまりこの悪の問題を抽象的でスタティックな問題として扱うのではなくて、そこにこの時間っていう次元を導入してみようっていうことです。この状態はいつもこう変わらずあるわけじゃなくて、動いていく、変わっていくんだっていうことですね。そしてこの現在進行中の実際の歴史の中で起こっている緊張関係として悪の問題を捉えると、こういうことが言えるんじゃないかと思います。今現在世界には確かに悪が存在していると、そしてそれは善なる神様の御心に反する状態である。でも、全能の神様はその状態をいつまでも放置しておかれる方ではない。時が来ると必ずこの世界の悪を滅ぼし、ご自分の善なる意志が行き渡る世界を到来させてくださるということです。つまり、悪の問題をこう神学的、哲学的に捉えるのではなくて、歴史的、あるいは物語的に捉えてみようということです。これは実は聖書の中にたびたび見られる信仰の 態度であるわけなんですね。例えばヨハネの福音書の9章で、開けなくても結構ですが、ヨハネの福音書の9章を開けますと、このイエス様が生まれつき目の見えない方を見るわけです。で、弟子たちがこの人が、こういう状態に生まれついたのは本人が罪を犯したからですか、あるいは両親が罪を犯したからですかっていうふうに尋ねるわけですね。つまり弟子たちは、この人が苦しんでいるこの状況がなぜ起こったのかっていう、その原因とか意味について尋ねたわけです。けれどもイエス様は、その問題を、このことを通して神様の栄光が表されるためだっていうふうにこう言ったんですね。つまり、この今どうしてその人がそういうふうになっているのかっていうことを説明したのではなくて、その状況をこれから神様はどのように変えていこうとしておられるのかっていうことをこう語られたわけです。聖書に登場する信仰者たちは全ての出来事をいつでも神学的に理解し納得して歩んでいるわけではありません。それどころか、神の民が理性的に割り切ることのできない不条理な現実に直面するということは決して珍しくありません。そのような時に生じる信仰の葛藤を聖書は率直に記しているわけです。そういう信仰の葛藤を表す
この聖書的なフレーズの一つに、主よいつまでですかっていう表現があります。聖書の中に、この時々こういう言葉が出てきますね、この主よいつまでですか、このフレーズは苦しみの中にある神の民の叫びとして、特に旧約聖書の中に出てきます。特に多いのは詩編の中ですけれども、その内容は神様がいつまで怒っておられるのかというふうに問いかけるものもありますけれども、自分を苦しめる悪の現実がいつまで続くのかというふうに神様に問いかけるような叫びもあります。まあ、詩編以外ではハバクク書とか、あるいは新約聖書の中でも黙示録などにこういう表現が出てきます。で、この、まあ、特に多いのは今も言ったように詩編なんですけれども、詩編っていうのはご存知のように神様に対する信仰者の祈りの言葉なんですね。私たちが苦難の中で主よいつまでですか、自分も叫びたくなるような時があるかもしれません。なんか神様にそういうふうなことを言うのは不信仰じゃないかっていうふうに思う人もいるかもしれませんけれども、聖書の中にそういうふうに神様に問いかけている、人々がいるっていうことは私たちにとって大きな励ましかもしれない。私たちも苦しみの中にあって主よいつまでですかっていうふうに叫ぶことができるっていうことなんですね。で、この主よいつまでですかという叫びには、耐え難い苦しみの中で助けを求める願いとともに、この苦しみには終わりが来るという理解を表しています。神様は善なるお方であり、悪が最終的に栄えることを望んではおられない。最後にはきっと自分をこの苦しみから解放してくださるという信頼が、そのベースにあるわけです。でも同時に、それがいつまでなのか、この語り手にはわからないわけなんですね。また、なぜ自分がこのように苦しまなければならないのかもわからない。だから苦しいわけです。そういうこの詩編の一つをちょっとご一緒に、見てみたいと思いますけれども、ちょっとキクドラマ聖書で、この詩編の13編をご一緒に聞いてみたいと思います。第13編、指揮者のためにダビデの賛歌。主よいつまでですか、あなたは私を永久にお忘れになるのですか、いつまで御顔を私からお隠しになるのですか、いつまで私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を明るくしてください。私が死の眠りにつかないように、彼に勝ったと私の敵が言わないように、私がぐらつくことを逆らう者が喜ばないように、私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私によくしてくださいましたから。はい、詩編の13編を聞いていただきました。この嘆きの詩編では、詩人が敵の力から解放してくださるように主に嘆願しているわけです。でもそれはまだ実現していないようです。詩人は主が、自分を永久に忘れてしまわれたのではないかとさえ一節で疑っています。一節と二節にはいつまでっていう言葉が4回も繰り返されているんですね。いつまで、いつまで、いつまで、いつまで。でも、五節六節ではこの嘆きが信頼の告白と賛美に変わっていきます。あなたの救いとか、主が私によくしてくださいましたという言葉は、四節までので訴えていた苦しみが解決したというよりは、過去の救いの体験を思い起こしているのではないかと思います。
それは詩人本人の個人的な体験かもしれませんし、イスラエル民族全体が体験したものかもしれません。いずれにしても過去の救いを思い起こすことが現在において神の良いご性質に対する信頼を生み出し、それがまだ見ぬ未来の希望を生み出しているわけです。で、こういうですね、まあ、ふうにこの過去の救いの体験という記憶があって、それが現在の苦難の中で信頼を生み出し、未来に必ずこの状況を神様が変えてくださるという救いへの希望が生まれるわけですね。で、こういう苦しみからの救いっていうパターンは聖書の中に何度も出てきます。例えば大きなこの救いの出来事でいうと、この出エジプトの出来事、イスラエル人が奴隷になっていたエジプトから、解放されて脱出した出来事、あるいは、バビロン捕囚から約束の地に帰ってきた出来事、さらにイエス・キリストの十字架での受難と復活の出来事、そういったこの出来事に苦しみから解放されるという、そういうパターンを私たちは見ることができます。さらに聖書全体のストーリーを大きなスケールで考えてみると、最初に神様が世界を良いものとして創造された。でもそれが堕落してしまった。でも神様はそこから回復してくださるという、大きなパターンを見ることができるわけですね。で、私たちが聖書的な信仰を持つっていうことは、こういう人類の歴史を貫く壮大な物語を聖書は語っているということ、私たちもその中に生かされているということを知って、こういう物語を導くお方である神様に信頼していくっていうことなんですね。で、まあコロナ禍ももちろんそうですけれども、私たちは現在さまざまな苦難に直面しています。まあこれは悪の現実と言ってもいいでしょう。どうしてこのような状況があるのか、なぜ私たちはコロナウイルスに苦しめられなければならないのか、これがいつまで続くのか、どのようにしてその解決がなされるのか、私たちには分からないかもしれない。でもクリスチャンにとって大切なことは、それらの疑問を論理的、神学的にこう理性で解決することではないんですね。むしろ神様は良いお方であって、不可解で不条理な悪の現実から救い出してくださるお方であるという、この神様にこう人格的に信頼していくことなんです。このような信頼から未来に対する希望が生まれてくるっていうことですね。で、この聖書が教えている信仰っていうのは、世界のメカニズムとか将来の道筋について、こうこうこういうふうになっていくだろうっていう、こう確信を持つっていうことではなくて、先が見えない中で神様に信頼していく態度と言ってもいいと思います。ではどうやったらそういう信仰を持つことができるんでしょうか。先ほどの詩編にありましたように、過去になされた神様の救いの御業について学び、それを心に刻むっていうことからまずは始めていくことができると思います。これまでの歴史の中で神様は何度も救いの業をなされました。その歴史を知ることによって、同じ救いの神が現に私たちが直面している危機からも救ってくださると信じることができるわけです。ただしそのためには、私たち自身が聖書のストーリーの中に生かされているということを自覚していく必要があります。別の言い方をすると、私たち個人のライフストーリーをより大きな聖書のグランドストーリーにつなげていく必要があるわけです。ところで、私は東京の目黒にあるこの成蹊神学校で教えさせていただいているんですけれども、成蹊神学校の同僚に吉川直美先生という方がいらっしゃいます。で、この先生は日本の福音派の神学校では珍しい、この霊性の神学っていう授業を、まあ担当しておられる、まあ、そういう先生なんですね。で、この今回のコロナ禍の中で、成蹊神学校も今年度の授業が、まあ、先ほど言ったようにこうオンラインになったわけです。で、特にこの最初は教師も学生も慣れなくて戸惑ったりとかですね、あるいはそういう状況が長期化してくると、精神的にこう疲れを覚えてくるような人たちがこう出てきた。で、そういう中で、この学生のこのメンタルケアっていうことが必要なんじゃないかっていうことをこう感じるようになったわけです。で、そこである時、この進学校でオンラインでですね、吉川先生に、この短いメッセージ、セミナーをしていただいたことがありました。
で、そこで先生が使われた資料の一部をですね、この吉川先生のこの許可を得て、紹介させていただきたいと思います。で、これからお話しするのはですね、先生のセミナーの内容を私の記憶から再構成してお話ししているので、ちょっともしかしたら不正確な部分があるかもしれませんが、もし何か問題があったらそれは私の責任ということを覚えていただけたらと思います。で、このセミナーで吉川先生がどういうことを言われたかっていうと、今回のこのパンデミック、このコロナ禍っていうのは、細かい性質は違うんですけれども、例えば東日本大震災のような一種の災害であると考えることができるんじゃないかっていうことですね。なのでこのパンデミックにおいて私たちはみんな直接的間接的な被災者である、そういう位置づけをすることができるだろうということです。で、この、いろんな災害があるわけですけれども、そういった災害というのは物理的なダメージだけではなくて人々に心理的なダメージも与える。そこからどう回復していくかということが一つの問題になるわけです。で、この災害が起こると、この被災することによって受ける心理的な影響というのはずっと同じものが続いていくわけじゃなくて、時間の経過とともにその影響は変化していくっていうんですね。それについて、これは、吉川先生の資料を少しスライドをお分かちさせていただきたいと思いますが、こういうふうにですね、この左から右に向かって、時間の経過とともにこの被災者の心理的な、レベルというものがこう上下していくわけです。上に上がるといい状況で、下に落ちると悪い状況ということになります。で、このいろいろなこの出来事が起こってきて、それによって、被災者が心理的にいろいろ上下していくわけですね。で、被災直後っていうのはむしろ心理的にはこう高揚していくっていう、これ英雄期っていうんですけれども、いろいろこう英雄的な努力をしてこう頑張るわけです。で、でもそれが長くは続かずに、時の経過とともにどんどんこう落ち込んでいくんですね。で、このどん底に落ちた後に時間をかけてこう回復していくっていう、こういうパターンを示すっていうことです。で、これをこの英雄期、ハネムーン期、幻滅期、回復期っていうふうに、この分類しているわけなんですが、それぞれの、期間についてこういう説明があります。英雄期というのは災害直後のことで、自分や家族、近隣の人々の命や財産を守るために危険を顧みず勇気のある行動をとる。で、1週間から6ヶ月ぐらいの間はハネムーン期と言われて、劇的な災害の体験を共有しくぐり抜けてきたことで、被災者同士が強い連帯感で結ばれる。援助に希望を託しつつ、瓦礫や残骸を片付け助け合う。被災地全体が温かいムードに包まれる。ところがその後でですね、幻滅期がやってくるわけです。これは2ヶ月から1から2年。大体このコロナでいうと、今私たちはこの幻滅期にあると考えられるわけなんですが、被災者の忍耐が限界に達し、援助の遅れや行政の失策への不満が噴出。人々はやり場のない怒りに駆られ、喧嘩などのトラブルも起こりやすい。飲酒問題も出現。被災者は自分の生活の再建と個人的な問題の解決に追われるため、地域の連帯や共感が失われていく。で、その後に数年間をかけて再建期というのがやってくる。被災地に日常が戻り始め、被災者も生活の立て直しへの勇気を得る。地域づくりに積極的に参加することで自分への自信が増してくる。ただし復興から取り残されたり、精神的支えを失った人にはストレスの多い生活が続く。これはコロナというよりは一般的な災害の時のこの心理的なこの変化、影響っていうことをこう、説明しているわけなんですけれども、この今回のコロナ禍にとって、ついても、まさにこういう状況が当てはまっているんじゃないかなっていうふうに思うわけです。コロナの状況が最初はもうなんか数ヶ月おとなしくしてれば元に戻るだろうと思っているのがそうならないですね。で、だんだん長期化していくにつれて、人々の心理的な疲れが増大し、分断が進み、社会の中に怒りがあふれている。今はそんな状態じゃないかと思うんですね。で、ここから私たちは世界の再建に向けての長い道のりを歩んでいかなければならないわけです。
でもそれは一朝一夕になるものではなくて、何年もかかるのかもしれない。では回復のためには何が必要なのかっていうことです。で、この吉川先生によりますと、この災害や喪失っていうのは、このアイデンティティの危機をもたらすんですね。パーソナリティが揺るがされ、自分の物語の守備一貫性が失われるということですね。そこからどう回復していくかということについて、吉川先生はただ単に、災害以前の状態に戻るということではなくて、より深いスピリチュアルな意味での回復へ導かれていくというふうに言います。で、私がこの吉川先生のセミナーの論旨を正確に捉えているかどうか、ちょっと心もとない部分もあるんですけれども、こういう回復のために役立つと思われることの一つは何かっていうと、災害によって壊れてしまった自分の物語、自己物語をより聖書的な物語に書き換えていく、あるいは聖書の物語の枠組みの中に正しく位置づけていくということではないかと思います。この物語の書き換えっていうのはあまり馴染みのない、方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは誰でも何らかの物語を生きている存在です。いつどこでどのような両親のもとに生まれ、どのような家庭に育ち、どんな経験をしてきたのか、それは一つの筋を持ったストーリーなんですね。で、それによって自分が何者であるかというアイデンティティが与えられるわけです。私たちのアイデンティティの基盤となっているのは、私たちのそれぞれの人生のストーリーなんですね。で、ところで私たちのこの自己物語っていうのは客観的に一つに決まるものではなくて主観的なものです。つまり私はこういう物語を生きてるんだっていう意識が私たちのこのアイデンティティを決めていくわけなんですね。で、否定的な自己物語に縛られて生きている人もいます。例えば親からいつも勉強しなさい、いい学校に行かないと人生では成功できませんよと言われ続けて育った人は、例えば自分は頑張ったけれども成果を上げられなかった、あの大学に落ちてしまった、だから自分は失敗者なんだっていうストーリーに縛られて生きている人がいるわけです。でもそういう物語をより良い聖書的な物語、例えば私は神様が愛を持って作ってくださった良い作品であって、神様は私をありのまま受け入れてくださっている、私は神様に愛された人間だという新しい物語に書き換えていくことは可能なんだっていうことなんですね。そうすることによって私たちの人格が回復していくということです。で、こういうこの自己物語の書き換えっていうことについては、今日ちょっとあまり深くやることができませんが、ジェームズ・ブライアン・スミスという人がですね、エクササイズという本をこう書いていて、これは日本語にもなってます。その、エクササイズという、三巻本なんですけれども、その本、でですね、こういうことについてこう書いてありますので、興味のある方は参照していただけたらと思います。私たちを支配しているこの偽りの物語をイエス・キリストの物語に書き換えていくということについて実践的な見地から解説しています。で、私たちの物語をこう書き換えると同時に、それをより大きな物語の中に正しく位置づけるということも同時に大切だと思います。なぜならどんな話というのもより大きな背景の中で意味を持ってくるからです。枠組みが変わると、そこに含まれる個々の物語の位置づけも変わってくるわけなんですね。ですから私たちの人生の物語も、より大きな聖書の物語の中に正しく位置づけることによって、回復への手がかりを得ることができるのではないかと思います。私たちは創世記から黙示録、天地創造から新天新地に至る現在進行中の聖書の物語の中に生きている存在です。ではその物語は具体的にどういった物語なのか、それについて、この残された時間を見ていきたいと思います。で、ところでクリスチャンはなぜ聖書を読むんでしょうか。毎日デボーションで聖書を読んでいる人は多いと思います。そうでない人でも聖書を読むことは大切だということを聞かされてきたことでしょう。でもなぜ聖書を読むことが私たちクリスチャンにとって大切なんでしょうか。ある人々はその日その日の神様の導きを受け取るために聖書を読むという人もいます。もちろんそのように聖書の特定の箇所を通して神様が個人的に語られるということはあるでしょう。でも
いつもいつもピンポイントで自分の個人的な状況に応じて語られるということはあまりないのかもしれません。またある人は聖書を読むのはキリスト教の教えを身につけるためだというかもしれません。これはある意味正しいことなんですね。キリスト教の神学っていうのはすべて聖書を基盤としていますので、聖書を読むっていうことは神学を学ぶ第一歩です。でも私たちが聖書を読むのは、ただ神様についての抽象的な知識を得るためだけではありません。もし神学を学ぶのが目的であれば、聖書を読むより神学の教科書を読んだ方が効率よく学べるかもしれません。でも聖書そのものを読むことには神学書では学べない、また大きな価値があるわけなんですね。ではなぜ聖書を読む必要があるのかっていうと、聖書全体は、一貫した筋を持った一つの壮大な物語と考えることができるからです。私たちが聖書を読むのはその物語を熟知し、それを自分の物語にしていくためなのです。個人の人生に物語があるように、共同体にも物語があります。まあ、多くの国には建国物語がありますし、いろいろな部族にはその由来を語る物語が語り継がれているわけです。それは具体的な歴史ということもあれば、神話のようなものもありますけれども、どのようなものであっても、その共同体がどのように生まれてどう歩んできたかというストーリーを共有することによって、その共同体のメンバーとしてのアイデンティティを共有することができるわけなんですね。まあ、ここにおられる方は日本人の方が多いと思いますが、私たちが日本人であるという意識しているということは、ただ単に日本人という民族の DNA を持っているというだけでなくて、日本人が歩んできたストーリーを共有しているということです。まあ、もし他の、国の方がいらっしゃったら、それぞれのこの民族のこのストーリーをそれぞれ持っておられるということだと思うんですね。したがって私たちは、同じように、私たちがクリスチャンであるっていうのは、聖書が語る神様の物語を共有する神の民に属しているということなんです。それはただ単にキリスト教の教えに頭で同意するとか、神学の知識を蓄えるという以上のことです。自分は神の民のメンバーとして聖書の物語を今生きているという自覚のもとに生きるということなんですね。したがって私たちはクリスチャンとしてのそれぞれの人生のライフストーリーをより大きな神の民のストーリーの中に位置づけ、そこにつなげていくということが必要になってきます。では神の民のストーリーというのは具体的にどういう物語なのか、またちょっとスライドをお見せしたいと思います。聖書全体のストーリーをここでは6部構成の物語として考えてみました。創造、堕落、イスラエル、イエス・キリスト、教会、そして新創造という、まあ、6つの章からなる、長い物語と考えてもいいでしょう。で、この創造というのは、まあ、ご存知のように初めに神が天と地を創造されたという創世記の初めにあるようにですね、神様がこの世界を創造されたお方であるというところから始まります。そして神様が作られたこの世界はもともと非常に良い世界であった。でこれは、まあ、創世記の1章31節に神はご自分が作ったすべてのものを見られた、見よそれは非常に良かったと書かれていますが、この神様が最初に作られた世界は非常に良いものだったっていうことは、このコロナウイルスのような自然災害を考えるときに大事な視点です。もともとは良かったっていうことなんですね。そして神様は人間を創造されました。人間は何のために創造されたのかというと、創世記の1章の26節28節で神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。で、ここで人間が何のために創造されたと語られているかというと、それは人間が他の被造物を治めるためだということがわかります。
つまり神様はご自分が作られた被造物の世界を管理し、また統治されるお方ですけれども、そのことを直接行うのではなくて、人間という代理人を地上に立てて、この人間を通して被造物を支配しようとされたわけです。つまり人間の使命というのは、地上における神様の代理人として、この世界を賢く統治することだ。で、このまま順調にことが進めば、人間は神様の導きのもと、被造物を賢く治め、この世界は神様の栄光を反映する素晴らしい世界になっていくはずでした。ところがここで問題が生じるわけです。人間は神様に反逆してしまったわけなんですね。エデンの園の禁じられた木から取って食べてしまったことが、創世記の3章に書かれていますが、この善悪を知る知識の木から取って食べた。これを堕落と言います。で、この堕落の意味は何かというと、そもそも創造の時点で人間に与えられた使命は何だったのかっていうことを考える必要があります。さっきも言ったように、それは神様の代理人として被造物の世界を賢く治めることでした。そのためには神様から知恵をいただいていかなければなりません。なぜなら神様だけが世界を治めるこのすべての知恵の源泉だからです。ところが人間は自分が善悪を決定し、神様に成り代わって知恵を独占しようとした。つまり神のようになろうとしたわけです。で、このことは悲劇的な結果をもたらしました。人間が死すべき存在になってしまったというだけではありません。さらに重大なことは、人間が堕落してしまったために、被造物世界全体の秩序が狂ってしまったっていうことなんですね。大地はあなたのゆえに呪われるというふうに創世記の3章17節に書かれています。つまりアダムとエバが罪を犯したということは、ただ単に自分たち人間が滅びるべき存在になったということだけではなくて、人間を通して被造物世界を治めるという神様のご計画自体が狂ってしまったということです。で、コロナのような疫病も含め、自然環境の破壊といった問題は、こういう見地から考えていく必要があります。神様が最終的に解決しようとしているのはこの問題だということなんですね。では、その後どういうふうに聖書のストーリーは進んでいくでしょうか。創世記の1章から、創世記の11章まで、その後世界がどんどん悪くなっていく様子が描かれていきます。で、この問題に対して神様はどう対応されたかというと、それはイスラエルという民族を起こされたんですね。このアブラハム、ここではアブラムとこの時点では呼ばれてますけれども、こういう一人の人物を選んで、あなたを祝福すると、いうふうにこう約束をされたわけです。ちょっと時間の関係で全部読みませんけれども、創世記の12章の1節から3節をまた皆さんも、じっくり読んでいただきたいと思います。ここで重要なのは3節です。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。これが神様の約束だったわけです。つまり、神様はこのイスラエルという民族をアブラハムから起こして、彼らを神の民として祝福する。それだけじゃなくて、最終的にはイスラエルを通してすべての人類を祝福するというのが、神様のご計画だということなんですね。イスラエルは神様の祝福を受けて、神様の栄光を世界に明かしし、世界の祝福の源となるべき存在でした。旧約聖書の大部分はこのイスラエルの歴史を描いているわけです。壊れてしまった世界を回復するために、神様はまずイスラエルを祝福し、イスラエルを通して全人類を祝福し、最終的には被造物世界全体を回復しようとされたわけです。ところがここでまたしても問題が起こりました。神の民であるイスラエルが罪を犯して神様から離れてしまったわけです。旧約聖書の中ではそのクライマックスはバビロン捕囚でした。イスラエルが堕落してしまうと、イスラエルを通して世界を祝福するという神様の計画が、先に進んでいかなくなるわけですね。そこでまずイスラエルを救い回復する必要が生じました。そのために待ち望まれていたのがメシア、つまり救い主であったわけです。で、そして、この約束された救い主として来られたのが、皆さんもご存知のイエス・キリストだったわけですね。
新約聖書の中心的なメッセージは、ナザレのイエスというこの人物こそ、旧約聖書が指し示していた救い主キリスト、つまりメシアであるということです。神様が御子イエス様を送られたのは、何よりもまず神様から離れて堕落してしまったイスラエルを回復することでした。今日の私たちクリスチャンは、イエス・キリストは全人類の救い主だ。これ自体間違っていないんですけれども、そこにちょっと結論を急ぎすぎてしまうことがあると思うんですけれども、新約聖書がまず強調しているのは、イエス様は、イスラエルの救い主として来られたということです。イエス様の使徒たちが12人いるっていうのも、イスラエルの12部族を表しているわけですが、回復した新しいイスラエルという象徴的な意味があるわけです。イエス様が来られて十字架と復活を通して死と悪の力を打ち破り、天に昇って父なる神様の右に座された。これはイスラエルの王として即位されたということなんですね。イエス様が神様に忠実な誠のイスラエル人として、生涯を全うしてくださったことによってイスラエルが回復しました。これによってイスラエルを通して全人類を祝福するという神様の計画が再び動き始めたわけです。本当はちょっと、4時までにお話を終えるつもりだったんですが、もう少しかかります。ごめんなさい。はい、ローマ書の、1章の1節から5節、ここで、パウロは福音とは何かということをこう定義しているわけですけれども、その福音というのは御子、イエス様に関するものだったわけですけれども、ダビデの子孫から生まれ、この死者の中から復活して力ある神の子として公に示された、このイスラエルの王として、示されたっていうことなんですね。で、これがパウロによると福音、良い知らせの内容なわけです。新約聖書が伝えている福音、良い知らせっていうのは、イエス様が王として即位されたっていう良い知らせだっていうんですね。これについては、このスコット・マクナイトという人の福音の再発見という本や、あるいは NT ・ライトという人のこのシンプリー・グッドニュースという本を参照していただけたらと思います。で、ここでさらに注目したいのは、この出来事の結果何が起こるかっていうと、5節のところで、すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすと書いてあることです。イスラエルの王として即位されたイエス様はまた、異邦人も含めたすべての人の主にもなられました。したがって、この良い知らせは異邦人にも伝えられなければならない。パウロたち使徒はそのために召された人々だということになります。こうして、神の民イスラエルに異邦人が参加してくる道が開かれました。教会は旧約聖書のイスラエルとは別の新しい組織ではありません。神の民は歴史を通してただ一つしかないわけなんですね。いわば異邦人は神様の民イスラエルに接ぎ木されるようにして加わることを許されたということです。こうしてイエス・キリストを主と信じる共同体である教会が地上に誕生したわけです。ペンテコステの日に、この聖霊が注がれて以来、天の王座におられるイエス様は教会に注がれる聖霊を通してこの地上にご自身の聖なる支配を広げておられるわけなんですね。この神様の王としての支配、王権のことを聖書では神の国、あるいは神の王国、 The Kingdom of God というわけです。で、ここで注意しなければならないのは、王とか支配っていう言葉をこの世的な意味で捉えて、何か上から力で支配したりコントロールするというふうに考えてはならないということです。イエス様ご自身、使えられるためではなくて、使えるものとして来てくださった。そして十字架で敵のために命を捨てることによって王となられました。ですから神の国の支配っていうのは、こういう逆説的な愛による支配なんですね。教会を通して神の国が拡大していくっていうのは、こういう神様の愛が地上で広がっていくということなんです。そして私たち現代の教会も神様の物語のこのチャプターを生きているということなんですね。ただしまだ続きがあります。で、ここから先はまだ起こっていない未来に関する部分ですが、先ほど見せたスライドの新創造というところです。神様のもともとのご計画は、イスラエルを通して全人類を祝福し、最終的には非造物世界全体を回復することだった
ということを思い起こしていただきたいと思います。イエス様が来られてイスラエルが回復され、異邦人にも祝福が広がり始めました。これが今私たちが生きている時代です。でも、まだ今の時点では神様の祝福っていうのは世界中には満ちていないし、被造物世界の秩序も乱れたままなわけですね。現代私たちが直面しているこの例えばパンデミックのような自然災害も含めて、まさにそういう状況を反映しているわけです。でもそれで終わりではないということです。最終的にイエス・キリストがこの地上に再臨し、神様はすべての悪を滅ぼし、ご自分の聖なる支配がこの世界の隅々まで満ちる新しい世界を到来させてくださるということです。具体的にどういうふうにそのことが起こっていくのか、聖書はごく暗示的にしか書いてありません。けれども、この神様が最終的には人間の間にある悪も、疫病のような自然界にある悪も、すべてを取り除いてくださる時が来るんだということは、はっきりしています。その新しい世界のことを聖書では新天新地というんですね。これは神様が被造物世界を刷新する出来事であり、そこでは神様のもともとのご計画、つまり人間を通して被造物世界を賢く収め、ご自分の栄光を反映するという計画が完全に実現することになるわけです。で、以上が、この聖書が語る神の物語のあらすじであるわけです。で、聖書を繰り返し通読し、この筋を自分の血肉としていくっていうことがクリスチャンの務めであると思います。で、大切なことは、現代の神の民である教会は、この物語の中で重要な役割を与えられているっていうことです。それは天の王座にあって支配しておられる王なるイエス・キリストの地上における代理人として、その愛なるご支配をこの地上に広げていくっていうことなんですね。このように見てくると、私たちがクリスチャンであるっていうことは、ただ単に個人の罪が許されて天国に行くことができるという以上の意味があるということがお分かりいただけるのではないかと思います。それはある意味で自分がどういう物語を生きる存在かという問いでもあります。自分は今どんな物語を生きているのか。それは聖書的なものだろうか。それは聖書が語る神様の大いなる物語の中でどういう位置づけにあるんだろうか。まあ、そういったことをこう考えていくと、私たちのアイデンティティも変わってくるし、人生におけるプライオリティも変わってくると思います。では、最後、ちょっと駆け足でこのお話してきましたけれども、最後にですね、現在私たちが直面しているパンデミックという危機に、においてですね、ここまで考えてきたことから何が言えるかということをこう見ていきたいと思います。まずは、この現在、この被造物世界、この世界は傷んでいるという現実を直視するっていうことですね。神様が作られた世界は本来良いものだったけれども、堕落の結果その秩序は乱され、うめき苦しんでいる。クリスチャンであってもノンクリスチャンであっても、そういうこの傷んだ世界の影響は受けるわけです。で、その個々のこの起こってくるいろいろなこの悲劇に対して、私たちはその意味を完全に理解することができないかもしれないけれども、まずなすべきことは、この悪と苦しみの現実の中でなお神様が良いお方であることに信頼する、まあそういう信仰を持つということです。2番目には、この世界はいつまでもこのような状態にあるわけではないということを知ることです。神様はこの世界を刷新し、感染症のような苦しみのない世界を、到来させてくださる、私たちはそれを知っているので、主よいつまでですかっていうふうに叫ぶことができるわけですね。そのですから私たちはその希望について、この世の中の人々に分かち合っていく必要があります。私たちは、この個人としてその地上に生きている間にそれが実現するのを見ることはないかもしれないけれども、たとえ死んだとしても、復活の望みが与えられている。そして最終的には神様は新しい世界を持ちきたらせてくださるということです。で、3番目に、愛を持って、この現時点において私たちは、この愛を持って世界に仕えるということが必要です。
私たちクリスチャンは神様が世の終わりにすべての悪を滅ぼしてくださるのをただ漫然と待っているのではありません。今この不完全な世界のただ中にあってなすべき使命が与えられているということですね。天におられる王であるイエス様は教会を通して今も働いておられ、神様の王国を地上に表してくださっているということですね。私たちはその手足となってそのために働く使命が与えられているということです。まあ、医療的なこの技術を持っている人はそういうのをこう、用いていくことが必要でしょうけれども、全てのクリスチャンがそうではありません。ただでもこの愛を持って困っている傷んでいる方々に寄り添い、この仕えていくということは、できるのではないかと思います。これまでのこの3つのポイントをこう振り返ると、信仰と希望と愛っていう、3つのキーワードが浮かび上がってくるのではないかと思います。この第一コリントの13章の13節で、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つですというふうにパウロが言っていますが、私たちはこのような、この価値観をですね、この持って、生きていくということが必要ではないかなというふうに思います。このワークショップの最初のところで、パンデミックっていう言葉は、必ずしもその言葉自体は病気っていう意味はないんだということを言いました。すべての地域、すべての人々に広がるものを何でもパンデミックっていうわけなんですね。で、私たちは今この時代に世界が必要としているのは、こういう信仰と希望と愛があらゆる地域と人に行き渡ること、すなわち破壊的なウイルスのパンデミックではなくて、信仰と希望と愛のパンデミックなのではないかと思います。このような機会に、このもう一度私たちはこの聖書のストーリー、また聖書の語っている福音というものの基本に立ち返ってですね、この神様を信頼して歩んでいくものとなっていきたいと思います。最後にじゃあ一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、この短い時間ではありましたけれども、このパンデミックという危機の時代に私たちがどのように信仰を持って歩んでいくことができるのか、不完全な考察ながら皆様とお分かちさせていただきました。この苦しみの現実に対してどのように生きていくことができるのか、それは本当に難しい問題であり、一つの決まった答えがないのかもしれませんけれども、どのような問いを抱えていたとしても、私たちは主よいつまでですかとあなたに問うことができます。その信頼することができるお方を知っているというこの幸いをありがとうございます。この不透明な不確実な世界の中で、信仰と希望と愛を持って私たち教会がこれからも歩んでいくことができるように、どうぞお一人お一人の人生をお持ちくださいますようにお願いをいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。本当はもっとたくさんなんか質疑応答を持ちたかったんですが、すみません。後藤さん、じゃあお返しします。はい、ありがとうございました、先生。とても分かりやすく、最終的にこういうふうに先生まとめられるんだなっていうのを感動しました。なんかチャットできてますね。パンデミックの間にいくつかの教会が伝道活動や礼拝 などをマスクなしで強行することによって、コミュニティの多数の人が感染させられて亡くなるような時がことがある場合、その教会は正しいことをしたのでしょうか。これは非常に難しい問題ですね。ただ、やはり、この私たちはそのこういうコロナウイルスに関するこの科学的あるいは医学的な、この知識ということですね。この世のこの医学とか、そういったものの成果というものを私たち教会はやはりこう尊重していくということは大切かなというふうに思います。たとえそれがクリスチャンでない方々が開発したようなそういう知識であったとしても、私たちがこの同じ傷んだ世界に生きているということでは、ある意味このクリスチャンもノンクリスチャンも連帯している部分があると思うんですよね。ですから私たちはそうしたこの正しい知識をこう身につけて、それに従って行動していく、またそのコミュニティに対するこの愛と配慮を持って教会が行動していくということはやはり大事なことではないかなというふうに思います。はい、重要な
質問ありがとうございました。はい、すみません、もう時間になってしまったんですけれども、先生とこの後でもつながりたいっていう人はどうしたらいいですか？そうですね、ここはもうダメなんですよね、閉じないといけないです、ね、次の集会がありますからね。はい、はい、どうしよう、もう私はあの Facebook もやってませんので、 SNS とかやってないので、どうしたらいいでしょうか、ね、まあ、あの JCFF のスタッフの方に何かこの質問とかありましたら、ブログもコメント欄は、オープンしてないので、まあ、JCFN の方に何か質問とか、どうしても聞きたい方は送ってくださって、転送していただければ、私の方からお答えするようにいたします。はい。そしたら、JCFN の方にでも、私だったら、Facebook も、LINE も何でもやってるので、私の方にでも直接送ってくださっても構いませんので、何かあったら連絡くださればと思います。はい、皆さん今日はどうもありがとうございました。先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、それではまた次の、セッションは IBS ですね、バイブルスタディになっています。もうこの後本当に30分ぐらいでバイブルスタディに入っていくと思うので、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、ありがとうございました。はい。